長い仕事の一日が終わり、やっと車に乗り込んで大好きな曲をオン。運転を始めてキロに着きます。そんな最中、バックミラーに感じるあの違和感。あれ、あの人私をつけてるんじゃない？ひとまず通り過ぎるのを待とうとスピードを落としますが、追い越してくれません。あなたがスピードを上げれば相手も追いかけてきます。こんな時はまずパニックになる前に手順を踏んでいきましょう。まずあなたが本当に尾行されているかを確認します。一番簡単な方法は右折を3回繰り返すこと。同じビルの周りを目的もなくぐるぐる回る人は普通いません。ですから、それを行った後でも後ろに同じ車がいるのであれば怪しむ必要が出てくるでしょう。高速道路にいる場合は次のインターチェンジに入ります。そしてそこで降りるのではなく、再び高速道路へと戻る進路を取ります。相手の車も同様に動いてくるのであれば尾行は確実でしょう。市街地にいる場合は洗車場に入ります。心を落ち着かせ準備をする数分間をそこで得ましょう。終えてもなお同じ車が視界に入るようであれば尾行されているということになります。ここまでの手順で尾行が確実だと分かった場合、冷静に。耳たこな感じもしますが、ハンドルを握っている最中こそパニックに陥ってはなりません。運転中にパニックに陥ると最悪の事態が待っています。落ち着くための時間が必要な時はしばらく運転を続けましょう。周囲を見回し状況を確認します。たどり着ける中で最も安全そうな場所を探します。人気のカフェやガソリンスタンド、警察署などはベストな選択になります。そして絶対に家に帰るな。行き先が職場でも知り合いの家でも同様に当てはまるルールです。相手はあなたの個人情報を全く得ていない可能性があり、あなたが出没しやすい場所へ相手を誘導する行為は愚かです。それらの場所ではあなたは無防備であるだけでなく、さらなる問題が起こりかねません。行き止まりに入るな。袋小路や狭い路地、出口のない場所、駐車場、これらの場所は全てが危険です。不測の事態に襲われることがないよう、走り慣れた道路から離れないようにします。信号や標識で止まる際には前方の車両との間隔を広くとっておきましょう。最悪の事態に襲われた時の脱出方法を常に頭の片隅で考えておきましょう。車の中からは出ず動き続けろ。車のドアロックや窓は完全に閉めましょう。ロックされていない車へ何者かが侵入するのにかかる所要時間はものの数秒です。信号に差し掛かったところで追突されても車内にいるのがベターです。相手があなたを尾行していたのであれば、わざとあなたを車から出すためにやった可能性があります。相手の方から車に近づいてきた場合は、あらかじめ前方車両との間に空けておいたスペースを利用して逃れましょう。車通りの多い道路を目指せ。周りに車や目撃者が多い場所であれば、相手はあなたの追跡を続けることが困難になります。また赤信号によって互いが引き離されることも頻繁に起こるようになります。犯人は捕まる可能性を恐れて、基本的には人通りの多い場所は避けるはずです。相手に気づいたことを悟らせるな。ミラーをじっと覗き込んだり振り返ったり話しかけたりしてはいけません。相手がただあなたを脅そうとしていただけであれば、そのまま去ってくれるでしょうが、そうでない場合、あなたに気づかれたことを悟った相手は距離を置いてそのまま追跡を続ける可能性があります。そうなると警察に通報する段になって、あなたが得られている相手の情報に差ができてしまいます。またこの時相手の情報はできる限り探るようにします。車の作りや車種、車体の色、ナンバープレートなど、これらの貴重な情報を探りつつ、ずっと見続ける行為を避けます。相手の尾行が確実だということが分かった場合、まずは通報。同乗者がいる場合はその人にやってもらいましょう。あなたが一人きりの場合はハンズフリーやボイスコマンドを利用して電話をかけましょう。それらの方法を利用できない場合は、洗車場のテクニックをここでも使用します。そこで停車している間に警察に通報しましょう。
ただし運転中の携帯電話の直接使用は危険なのでやってはいけません。オペレーターにつながった時、まず聞かれるのがあなたの居場所です。現場へ向かいやすくするため、運転速度を落とすよう求められる場合もあります。通りを一つに絞って運転しましょう。闇雲に運転してしまうと、警察の方からあなたのことを見つけることができなくなります。あなたが目で集めた情報がここで役に立ちます。相手の車についての情報を全て警察に伝えましょう。できる限りの特徴を頭で覚えるようにします。通報ができない場合、最寄りの警察署を探します。追跡者は署内にまで追ってくることは稀ですが、可能性はゼロではありません。警察署の前に駐車し、署員が出向くまで車内にいます。署内まで護衛してもらいましょう。同じ方法は病院や消防署でも使用することができます。これらの施設は警備が厳重で、近づくだけで相手を恐れさせることができます。最後の手段は人通りの多いコンビニ、あるいはガソリンスタンド。そこに入ったら自分で、あるいは従業員に通報をしてもらいましょう。従業員であれば店舗の住所を知っているため、警察もあなたを見つけやすくなります。最悪の事態に陥ったら、相手があなたが身の安全を確保する前に攻撃してくる可能性もあります。車間距離をぴったりつけて走ってくる場合、青信号でスピードを上げ急ブレーキをかけましょう。車体が被る損傷は相手の車の方が大幅に大きくなるはずです。相手の車が走行不能にならなかったとしても、相手をひるませつつ、やられっぱなしでいるつもりはない意思を伝えることができます。割に合わないと思わせることができれば成功でしょう。そこから最寄りの警察署へ行くか、通報を入れるかをします。ただし車間距離が開いている場合には、この手段は使ってはいけません。相手の車がぶつかってくる勢いが高くなりすぎてしまいます。そのような方法が使えない場合は、やはり車通りの多い道路を目指します。相手が何かアクションを起こそうとすると、その他の車が邪魔になり、その上目立つようになってしまいます。追っ手を巻くことができたとしても、すぐに安心して家に戻ってはいけません。完全に相手が姿を消したと判断しても、数分はその界隈を運転し続け、相手が戻ってこないことを確認します。また自力で相手を追い返したとしても、通報は忘れないように。相手がいつ戻ってくるかは相手次第ですからね。車で追われているあなたが歩行者であった場合は、人通りの多い場所へ行き、屋内へ避難し助けを求めます。あなたが歩行者で、相手が徒歩であなたを追いかけてきているケースに関しては、また別の動画をご覧ください。では皆さん、安全にお過ごしください。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。